早見台遺跡は、大分県早見郡肘町川崎にある、旧石器時代から、縄文時代早期にかけての遺跡である。別府湾を眼下に望む菓子団球場に立地する。早見台遺跡一図縄文時代早期の遺跡としては、遺跡の名がついた、早見台式土器の出土地として知られる。早見台式土器は細かい目の押し型分土器で、西日本における、 縄文時代早期の標識土器とされている。体積から出土した同型器の放射性炭素年代測定によれば、その年代は8200年前とされる。旧石器時代の遺跡としては、1950年代に東北大学の芹沢長介をはじめとする多数の考古学者によって5時にわたって行われた発掘調査で仮想から発見された。 石英製石器が10万年以上前の前期、旧石器時代のものとされ注目を集めた。しかし、現在では日本には前期から中期旧石器時代の確実な石器は存在しないとされている。最近の研究では注目の石英製旧石器は総医学上九十第一手札が降下した約4万年前以降に位置づけられる可能性が高いとされる。大分県は 1958年3月25日付で、学術的な重要性に照らし県の史跡に指定していた。しかし、1963年に農地構造改善事業として遺跡範囲を未完炎に造成する希望が土地所有者からなされ、県は1964年2月に緊急発掘調査をした後、1965年3月付で史跡指定を解除した。 これにより遺跡の3分の2は未完炎となり消失している。1963年以降、大分県教育委員会によって発掘調査がたびたび行われ、縦穴住居も検出されている。上述の1964年2月の発掘調査で、芹沢長介は地下約3メートルにある安山岩かどれ奇想から出土した石英脈岩性の石器に注目した。 この時の調査で山層上部から後期旧石器時代の石人、石人格、人部魔性石符などが出土している。2001年には東北大学総合学術博物館によって37年ぶりに第6次調査が行われた。同年二第7次、翌2002年に第8次調査も行われており、1964年の第5次調査で芹沢長介が検出した。 石衛星石器の湿度層を確認している。この一連の調査で2から4センチ台のスクレーパー類が多く湿度し、この遺跡の下層の石器群は、チョッパー、チョッピング、トゥール、プロトハンドアックスの大型石器とともに、小型の石器が死体を占めていることが分かった。また、安山岩ドレキ層のすぐ上から九十代一、軽石に由来する火山ガラスが検出され、 地質学上の年代加減は把握された。その結果を踏まえた過去の調査の検証が期待されている。ありがとうございます。